大島愛子です、今日もですね、東海薬局様の、小木曽管理栄養士さんに冬風邪について聞いてまいりました。以前もお話したと思うんですけれど、乾燥によって風邪を引きやすくなる、ウイルスを引き込みやすくなるっていう話をしたと思うんですけれど、風邪予防冷え対策としてですね、水分補給を1日 1.2 リットルで、体を冷やさないために白湯やね、紅茶、ウーロン茶、プーアル茶などの発酵茶がおすすめだとおっしゃってらっしゃいました。で、緑茶は体を冷やしてしまうので、なるべく温めてね、飲んでいただきたいなと思います。で、2つ目に、手洗い、うがい、温湿度管理、睡眠ってやっぱりお湯に浸かるですね。風邪予防におすすめの栄養素としては、免疫力を高めるビタミン C、 粘膜を丈夫にしてウイルスの侵入を防ぐビタミン A、免疫物質の元となるタンパク質、そしてですね、代謝が良くなる生姜です。これね、私も生姜湯よく飲みます。寒くなったなと思ったらですね、片栗粉の中に、生姜を入れてですね、お湯を注いでこうトロトロにして飲んだりしています。冷え性におすすめの食べ物ですね、発酵食品です。血流の改善を促して体を温める働きがあると言われています。これはですね、納豆、漬物、味噌、キムチだそうです。JA 西見のカレンダーキャラ弁企画、今月で最後になりました。いかがだったでしょうか。JA 西見さんではですね、アンケートなども行っておりますので、この12ヶ月でどれが良かったか、どれを真似してみたかったか、ぜひアンケートにお答えください。